面白い。嫌ですか？見たことつけそうな名前だね。どういう意味だよ。さて遅くなってきたしそろそろ戻ろうか。テポジロよろしくね。ワンワン。嬉しい。のび太くん犬の飼い方はわかる？これで買おうとしたの？もうのび太くんは正義感が強いんだから。そうは言われても僕は犬の飼い方なんて、猫でしょ、教えてよ。そうだ、ラムちゃんに聞いてみるのはどうかな。いいね、それいいね。よし、じゃあ僕呼んでくる。ありがとう。ありがとう。そうだね、ラムちゃん動物屋さんの子供だから。のび太お兄ちゃんワンちゃん買ったの？イライラあったね。かわいい。ペポジロと同じぐらいの大きさでめっちゃかわいい。ラムちゃん実はそれでラムちゃんに犬の飼い方を教えてもらいたいんだ。小学生なのにのび太くん。じゃあそれじゃあしっかり聞いていてね。でもそうだよね、なかなかこういうタイミングがないと飼い方なんてわかんないよね。まずは ZL ベタ。寝たいぞ。 ZL だね。お、犬群れ。本当に来てくれた。かわいいね。 X ボタンで声をかけてあげれば仲良くなれるよ。それから Y ボタンを押せばワンちゃん、どっかに連れて行けるのかな。 B ボタンを押して離してあげられるからね。だからね、優しく抱っこしてあげるんだよ。もう分かってるよ。怒りっぽいな、のび太は。それからご飯とか、こんな風にワンちゃんが置いたらそこに何かがあるの。すごい、ほんとだ。あれ木だ。あらら、あらら、おもちゃだと思ったのかな。うん、まあまあ、次はいいものを見つけてくれよ。楽しみ。さっきのお宝とかあったりするのかな。それからこれはとても大事なお話。きっとお世話だね。え、どっか病気に。実は雨の日に外に出していると病気になっちゃうの。そうだね、ちゃんとお家に入れるか小屋か。それがお薬、家の中には入れないのかな。じゃあこれをあげればどんな病気も治っちゃうわ。すごいよ。安心だね。だから雨の日は、うんうん、そうだね、家の中に入れてあげてね。はい、はい、どうする。それじゃあおさらいする。大丈夫。うん、わかった。それじゃあ大丈夫ってあげるんだよ。いいね。もちろんもちろん。ラムも時々見に来るね。ラムちゃんかわいいな。押せちゃうな、ラムちゃん。 OK、 じゃあ今度、あ、ラム話したけど、あ、かわいい。よしよし、めっちゃ見たい。ラムちゃんって言った？私今。よしよし。わあ、かわいい。ハート2回目は出なかったから1日1回撫でてあげると何かいい効果があるのかもしれないね。持ち上げる。あ、かわいい、かわいい、見てこれ。かわいすぎる。どこに下ろしてあげようかな。こことか座れるのかな。あ、座れないか。ほい、どうぞ。じゃあ次の検証、株を拾わずに寝るとどうなるのか寝てみます。おやすみ。要するにミッションは失敗にってことだよね。どうなるのかな。ふー、4日目の朝です。くん、ヤーメイさんにまだ株を渡してないんじゃない？忘れてた。もうヤーメイさんカンカンだったよ。どうしよう。まあ、まあ、これからしっかり育てて渡すしかないね。終わったね。ヤーメイさんの話は終わった。
それにしてもいい天気だね。そうだね。うん、こっから先は一緒っぽいですね。はい、じゃあドラえもんのび太の牧場物語、これで終了したいと思います。きっと見れるイベントミッションというか、回れる場所とか回れたんじゃないかな。もしまだここ行ってないよとか、こういうところも実はあるんだよって、教えてくださる方がいましたら、ぜひコメント欄にコメントの方よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。それでは皆さんお疲れ様でした。バッババイ、あやぺぽでした。